こんにちはえー、っと20番二等辺三角形の性質という、まあ、証明の2つ目の単元をやりたいと思います。でまあ、えー、合同条件みたいなものは、うん、二等辺三角形には出てこないのでまああのねいつもの授業と同様に全部ねプリントで え問題解こうと思うんでシリウスのこの証明のところに関してはね全般さらさらといきたいと思いますだからまあさらさらと見てもらって何をやるかっていうことをまあ把握するぐらいで大丈夫ですあとはちょっとゆっくりプリントで問題解いていこうと思いますで、えー、二等辺三角形の性質なんやけどまあ前回の授業でね しゃべってて、あのそれで解いてる生徒もいたんやけど、まあ、二等辺三角形なんでね、当然、えー、二辺同じですっていうのとは、また他に、えー、小学生でも習ったと思うけど、まあ、定格一緒と。まあ、あるのか。定格一緒。というのに加えて、まあ、大事なのは、こ,これやよね。 二等辺三角形の直角の二等分線っていうのは底辺を垂直に二等分しますと。つまり、ここ二等分線を引っ張ると、えー、底辺、今 BC に対して直角かつ、えー、BC を二等分する線になりますという話で、これがね、よく出てくる、中学生では。 なので、まあ、この2つの、えー、性質やね、定理を覚えてくださいねと。まあ、でも、これぐらいやね、<laughs> なんか二等辺三角形ってのはあくまでもその結論ではなくて、あ二等辺三角形ってことを証明するっていう問題はまああるんやけど、最後は二辺とその間とか、まあそういうふうな感じで合同条件を書いて終了なんで。で、えー、っと、もうだから、バンバン見せて。 いきます同辺三角形の長角 AB イコール AC でえっと定角が同じですねとか長角は A ですねと底辺は BC ですねで40度なんで、まあ、当たり前けどこっちも40度で180から80引いて A は100度ですとで3番はさっきの,あの定理の 性質の話だね。垂直に2等分するんで、90度、マジュアル十9 0度と、底辺を2等分する AD イコール CD。まあ、こんな感じです。で、えー、っと、まあ、AB イコール AC なんで、うん、そうやね。まあ、角度を変えていくだけやから、まあ、そんなもんかな。3番のこの問題は、こっち114度なんで、 えー、180から引き算して、こっちが66度。でこっちも66度なんで、足したもん180から引いたら、X が出ますと。わ、まあまあ、かるわな。で、ラスト、証明の書き方やけど、えっと、さっきも言った通り、二等辺三角形っていうことが、仮に結論、今、MD イコール ME を証明するとまあ、MD イコール ME は、MD と ME を含む三角形の証明なんで、DBM と ECM という感じになると思うけど、まあ、見てもらったら分かるように、この二等辺三角形、定格一緒なんでとかは、まあ、あくまでもその過程やね、問題を解く過程の一部、まあ、ヒントの一部であって、結論はね、結局、 合同条件、一組の辺とその両端の角それぞれ等しいという結論なんで、まあ、その今までやってきたものの中に二等辺三角形、えー、なんで、辺等しいですよとか、定角等しいですよとか、90度二等分しますよとか、まあそういうことが出てくるっていうだけの話です。まあ今、BM イコール、えー、っと、BM イコール CM。 終点なんでね、ね BM イコール C で,仮定で、えっ、ー、と、<laughs> b m e と CME が同じ。で、ここが、そもそも一番でかい ABC 二等辺三角形なんで、定角が同じ。よって、一組の辺とその両端の角それぞれ等しいんで、えー、合同ですね。とよって、MD コール ME ですと。そんな感じです。 で次えー、っと、この家庭、えー、っとね、なんていうか、前回もね、ちょっと似たようなことをやってんけど、家庭と結論っていう話で、何々ならばの手前が家庭でこうですっていうのがまあ結論でけど、前回もな、この話してんけど、家庭と結論逆になったときに成り立つものと成り立たんものが、 ありますと、まあ、ここに書いてあるけどね <laughs> 定理の過程と結論を入れ替えたものを定理の逆と。でこの定理の逆ってのは中2の間はまあ別にそこまでやけど中3になるとね円周角の定理の逆とか三平方の定理のとかなんかその逆がね出てくるんで、まあ、そのいう言葉はちょっと覚えといてもらってでここかなある事柄が。 正しくないことを示す、成り立たない例っていうのは判例と。まあ、これは高校生になったらよく出てくるね、判例っていうのは。まあ、成り立つか成り立たないかっていうのをちょっと証明してくださいねというその話かな。まあ、どっちかっついうと日本語の問題やけど。で、まあ、ここも正三角形三辺が等しい。 三角形で、二等辺三角形の性質は全て持っています。まあ、正三角形というのは究極なんでね、角度も一緒、長さも一緒やから。で、えー、正三角形の性質として、三、えー、つの内角、まあ、当たり前けど全部内角の等しいというかね、これ60度、60度、60度、60度で逆もいけると。だ全部60度やったら正三角形ですかって言われたらそうですなんで、定理の逆も成り立つと。で、えー、正三角形であるための 条件3つはないかきっと正三角形である。うん、まあそうやな。まあなんか小学校の時に習ったことやけど、まあ、当たり前でしょって言われたら当たり前ねんけど、当たり前じゃないやつもね、判例が出てくるパターンもあるんで、ちょっとね、え見ていきましょう。えっと、ABC で50度、80度って決まっとったら、まあ、180からね、130引いて50、ここ50になる。 ので、二等辺三角形ですとかっていうのが分かるわけやけど、えー、事柄の逆を言って、判例がある場合は判例を書きましょうと。三角形 ABC 合同三角形 DF ならば AB イコール DE。まあこれは、そうやね、そりゃ合同っていうのは長さも角度も全部同じなんで、当然この AB イコール AE が成り立つに決まっているとで。ところがこの、これならばこれ AB イコール DE ならば、三角形 ABC と三角形 DF 合同なんですかって言ったら、それは分かんない。まあ、正しくない。もしくは分からないよね。あの合同かもしれんし、合同じゃないかもしれんし。まあ、一応、絵を書いてあるけど、えっ、ー、と、AB イコール DE やったとしても、まあ、一辺しか一緒じゃないんで、 合同条件って3辺か2辺とその間か1辺とその両点から別に1辺等しければ合同ですよみたいなのはないから正しくないねと。なんで判例としてえっ、ー、と BC イコール EFAC イコール DF、まあ、そういうことを書けばあこれってえっ、ー、と3辺全部等しいんで 合同とかっていうのが、もしくはね、えー、角度も一緒やったら組の辺とその間とか、まあ、そういうのが出てくるかもしれんけど、うん、まあ、いっぺんだけ一緒やったら別にね、合同っていうのはわからない。現状、正しくない。仮定と結論をひっくり返した場合、正しくないので、まあ、正しくない。 いいううことを書いてあげましょう逆に2番、正三角形3つの角等しいと。3つの角等しければ、正三角形内角180で決まっとって、で、3つの角等しいんで、絶対る ÷3 で60で決定。なんで、これはどっちがどうなっても、仮定結論がひっくり返っても、正三角形であることは間違いないですよと。こういう問題が出てくるんやけど、まあ、面白い問題ではあるな。で、まあ、この証明もね、 穴埋めなんで、まあ、この授業終わったら、またプリントでちょっとやろうと思うんやけど、やっぱみんながやってほしいことっていうのは、書き方のストック、どうやって書くかっていうのを、一個ずつ覚えていくっていうことをやってもらいたいんで、穴埋めは別にどうでもいいんやけど、えー、っとね、 まあ、例えば、一番の問題で、二等辺三角形の定格、これだから二等辺三角形、なんやね、二等辺三角形ってことは、こことここ、定格は一緒。ということは、それを二等分すると、当然、 その同じものを半分にしとるんで、同じものになるはずですと。でだから今〇〇、○バ××ツって書いてあるけど、まあ、全部ね、○○○○って書いてあるのと同じなわけやね。同じものをさらに半分にしとるんで、当然一緒と。まあ、例えば、50度50度を半分にして25度25度や。まあ、そりゃそりゃなと。で、定格一緒なんで、で2つの格一緒やから、 こういうね、えー、二等辺三角形ですよと。で、まあ、何を覚えておいてほしいかと,いうと、まずその書半分、二等分線しましたとか、半分にしましたを、日本語で書くと、こういうふうにね、二分の一なんちゃら、二分の一なんちゃらみたいな、二分の一とかを書いて書くことで半分っていうことを表記できるんで、こういうことをまず覚えましょうと。 それから二等辺三角形になることを証明する。で証明って言われたらその合同条件使うのみたいな。でも二等辺三角形を証明するのって別に三角形 ABC、三角形 DF、その2つの三角形の合同を証明するんじゃなくて1つの三角形を二等辺三角形で証明するんで、まあ、ここ。 見てもらったらわかると思うけど、この合同条件みたいなものは使わずに、ただただ二等辺三角形を証明すると。だから、定角一小、二つの角等しいとか、まあ、例えば、二辺 AB イコール AC の長さが同じとかね。もしくは、三番目のあの性質、底辺二等分うな直角にとか。そういうことが分かれば二等辺三角形って言えるんで、 そういうふうな証明の仕方もあるんだよという、このやり方ね。やり方、書き方ね。こういうのを入れていかないと、なんていうか、いつまでたっても独り立ちできないので、ずっと教えてもらうのはわからんくなるから、どうやって書くんやったっけって、今はいいんやけどね。1ヶ月後もそれ言っとると困るから。 で、そういうことを頭に入るように、この穴埋めをやってください。で、えっと、AB イコール AC、AB イコール AC である二等辺三角形で BD イコール C、さらに三角形 ABC は二等辺三角形なんで定格同じし、これでまあ一緒やね、二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいんで、 えっと、三角形 ABD と三角形 ACE は合同ってことが言えると。で合同ってことが言えたら、長さ一緒なんで、まあ、当然、ここも同じだから AD、AD こコ A で二等辺三角形ねんけど、まあ、これ、こういうのも結構いい問題で、なんかただやるとスルーしてしまうけど、合同条件で、 合同を証明すると。で、証明した後に、まあ、いきなりこっちに言ってるけどさまあ、厳密に言うといその、証明した三角形とは違う、三角形 ADE っていうのを見て、それで、また a d ル a e ということが言ってるんで、 証明して終わりとかじゃなくて、証明して、その三角形を使って、別の三角形をまた二等辺三角形だとか、なんちゃらかんちゃらだみたいな言い方するってことは、ワンクッション挟んどるわけや。ワンクッション挟んでいる。こういうなんか、一個クッション挟んで証明しましょうとかってなると、またちょっと難しくなるんだよ。なんでそういう問題が、 あるんだとこういうふうにどっかを一回証明して別のところにこう何ていうか視線をねこう変えていくと視点を変えていくという問題もあるんだということをちゃんとこう覚えながらこういうやり方するんだということを覚えながら証明を丁寧に一つずつ解いて理解して覚えていってください。ということで二、えー、度辺三角形はあとはプリントでやります。 以上です。